E チャンネルももう11回、その11回目にして皆さんが待ちに待ったニュースをお伝えできることになりました。これまでファンの方々からアキラさんもぜひぜひ本編に出てほしいという熱いご要望がたくさん寄せられてたんですよね。もうアシスタントの白石みのるです。黙ってるさ。私が本編に出演しちゃいます。ニュータイプにおはがきをくれた埼玉県の泉こなたさんをはじめ皆さんどうもありがとう。へえ、アキラ様も出るんですか。ちょっと何、その12話でやっと本編出る、俺なんかとっくの昔に出てるもんね、ふふふんみたいな言い方。とんでもない、本編でもアキラ様と共演させていただけるなんて光栄です。はん、出てるったって今回だってハンカチ拾っただけじゃない。ちょっとこの世界でやっていけるかもなんて思いかけた頃が危ないのよ。覚えときなさい、すぐに消えたくなかったらね。肝に銘じます。へえ、そんなニュース聞いちゃったら次回まで待てないよ。今すぐやってくれですって。皆さんガクブル、いやワクテカで全裸待機ですね。ねえ、ここはファンの気持ちを大切にして出し惜しみせずこれから放送しちゃいましょう。30分くらいの枠なんとかならないかな。それは無理なんじゃ。私からのお願い。でもやっぱりはい。じゃあラジオまたはホームページなどに私へのメッセージを送ってね。バイニー。バイニー。あー、どうしよう、主役食っちゃったらやっぱまずいよね。そうですよね。主人公のお友達とか敵役とか主人公以外のキャラの方が人気が出ちゃったりすること結構多いですもんね。あれ、アキラ様どうしました。それさ、はい、自分のこと？最近自分が人気あるからって調子に乗ってんじゃねえの？いやいやいや、そんなことないですよ。人気を作ってもらえって思ってんじゃねえの？いやいや、そんな人気投票1位だと思ってんじゃねえの？何を言ってるんですか？お前ふざけんなよ。あるわけないじゃないですか。ちょっと聞いてください。